クリボーの書道教室。さあ、漢字スタート。漢字を書道するってことですね。なるほど。さあ入ってみると、これは待機。なるほど。あ、これ口ってことかな。口ってこと、上右下左だったよね。口だよね。これ口ってことでしょ。口と火とありますね。っていうことはこの口が正解。やったー、10個ありがとう。いや面白い。なんかダイナミック習字みたい。上って書いてあったよね。上一瞬で見極めないといけない。うわ、似てるけど確か上だったはず。上オッケー、上来たー。よし。さあ次は中だね。中漢字の中だったよね。木ではなかったと思うな。中だよね。中入れない。入れた。やった、コインもゲットして、よいしょ。さあ次。いやーこれ発想が面白いね。発想がセーブ、よいしょ。セーブしますよ。なんかボコボコいってるけど大丈夫か、よいしょ。さあこれはなにこれ、なにこれ。あー、己かな、真ん中の己。これだったかな、なんかこんな感じだった気がする。一瞬しか見えなかったけど。なんか2みたいって思ったから、今2みたいに見えたって思ったから、あーってた、よかった。大体で正解していく、ベルリニキ。さあラスト、オッケー、勝負だ。ラストはね、これわかった。これは見えたよ。これは見えた。元旦の旦ではなくって、目でもなくって、これ、勝つっていう字かな。これ、これだ。これは見えましたよ。一瞬だったけど。よかった、いけたー。クリボーちゃんの書道教室、グッド。ありがとう、クリボー先生。マリオクリボーも頑張りました。そして最後は、ここから1アップが出ての、よいしょ。これは最後1って書いてあるのかな。1アップの1っていうことかな、これ。そしてゴールと。いや、発想が面白かったね。発想が面白かった。はい、皆さんもよければ遊んでみてください。10秒マリオ、ツタを伝って。さあ、よいしょ。こっち。なにこれ。うわ、むず。いやー、これ。うわ、やば、これ。これ10秒、ほいほい。いや難しいよ、マジでか。いやこれかなりきそうだな。ほい、あー待って、ほい、あー待って、ほいほい。あ、こうやってやるのか。あ、なんかいける気がしてきたぞ。急にいける気がしてきた。うわあ！ほい、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 ああ！ほい、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 ほい。うーわ、時間な。なんか慣れたら案外いけたぞ。よかったよかった。最初無理ゲーかと思ったけど、いけたわ、よかった。はい、皆さんもツタを伝ってチャレンジしてみてください。壊れた洞窟。洞窟だね。壊れた洞窟？よいしょ。下。ほい。なるほど。これで鍵ゲットして、あ、でもこっち50コインは取れ。
あ、取れる、取れるけどめちゃめちゃ地道めちゃめちゃ地道にマリオが頑張ってすごくお尻振ってるけど頑張った。よしよしよし。さあこれで鍵ゲット。さあ次は、なにこれ、あ、なにこれ、ここか、ここ。なるほど、画面外系をいっぱい使ってるのかな。これで上がっていって、今度はこっちかな。これでフラワーになって左から出るのかな。だよね、だよね、オッケー。そしてここを開放してやると、扉に入れる。あー、でも作りがめっちゃおしゃれだね、この人。おしゃれおしゃれ。さあ、何これ。とりあえず取れないから入るしかない。なんか食らっちゃったけど大丈夫。食らっちゃったけど、おっと、上からやってきたそしてこの鍵ドアに入る。さあ、中間が取れて、これは死なないでしょ。死なない、オッケー、死なない。それではこの扉に入ると、なにこれ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 、なになになに、なんかいろいろやばいぞ見た目がなになに、え、いや死ぬじゃん、どういうこと今まで散々画面外使ってたのに。あ、あー、むしろわざと死なすってことか、これわざと死なせて左に行かせるんだ、なるほど。なにこれ、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 なになになに、いや壊れたどころの話じゃないよ、なにこれこれさっきの何だった、行っていいのかな、こっち行って大丈夫か、信じるぞ、信じよう。何、おっと、クリアだった、よかった見えないところにクリアがあったって感じですね。あ、そして最後に50コインおしゃれ。壊れた洞窟、画面外をいっぱい使ってあった、コースでしたね。皆さんもよければ遊んでみてください。チクタクロック。さあ、ラン&ジャンプって書いてあったよね。おっと、ほい、こっち、こっち。あー、こんな曲だったね、なんか懐かしいな。こっちでいいのかな、合ってる、ジャンプジャンプ。さあ、いけた。あ、懐かしいめっちゃ懐かしいじゃん。よいしょ。さあ、ジャンプして避ける。なんか雰囲気もすごいそれっぽくていいね。なんか雰囲気もやっぱりすごい近く作ってあるから、アクションコースではあるけど、なんかすごいそれっぽさを感じる。よいしょ。こっち。いけたかな?やった!これでゴールあ、最後にちゃんと時計が用意してあるのもおしゃれいいですね。なんか音楽だけじゃなくって、見た目もこうやって凝ってるのってすごくいいよね。はい。皆さんもよければ遊んでみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。